花の刑事雲の彼方に。末盛城を絡めて長坂口。太郎、援軍でございます。前田刑事殿が敵本陣よりこの末盛に向かったと物見の報告にございます。バカな、この大軍の中飛ぶ鳥すら通れまい。そうかな。ここに飛んできた鳥がいるぞ。よう、生きてたかスケモン。刑事、前田家中で奥村スケモンこそ刑事にとって唯一無二の友であった。お前、その崖下から這い上がってきたのか。ああ、小塀にカラスどもが群がっていたからな。人の大勢いるところに鳥は止まらん、つまり手薄ってわけだ。遅えな、みんな。スケモン殿、よくぞご無事で。もうやだ俺。おお、これが成政勢1万5千か。しかしよく集めたもんだぜ。こりゃ逃げられねえぜ。やっぱり偉いところに来ちまったぞ。残ってる兵といえば死人同然の奴らだけじゃないか。しかしこのありさまでは兵の士気も。大丈夫だ、守り抜いてみせるさ。この香りは、お前に土産だ。乃木か。そうか、そういえば昨日は徴用の節句だったな。そしてあの時も。そら、話は十数年前に遡る。それもちょうど菊香る9月の徴用の節句の頃であった。なんだスケモン、全然気が入ってねえぞ。おい、気が入るかよ。あれは誰だ。あれか、誰なんだ。今度利家殿の嫁になるお松様よ。まだ12だってよ。12。いや、お前なんてことを。今頃城中大騒ぎだぞ。構うもんか。相手は11も離れた利家殿だ。退屈そうだったから連れてきてやったのよ。しかし俺はバテレンどもに聞いたことがあるが、あれがキリシタンの言う天使とかいうものなのかな。確かにその抜けるような白い肌と艶やかな髪の松は、たとえ12歳とはいえ匂い立つ美しさをたたえていた。この子には何かが起こる。いや、きっと起こらずには済むまい。そんな風に人を不安にさせてしまう美しさと言えた。何やってんだ。ひどい顔。はい、ご褒美。これからもわらわを守ってたもん。なぜ末盛に来た。決まってるだろ、お前を助けるためにさ。抜かせ、こいつのためであろうが。お前こそここまで踏ん張って城を死守しているのは誰のためだ。大変です。長坂口を狙われました。崖を敵の大軍が登ってきています。もはや我らの軍勢に長坂口に兵を回す余裕はありません。
なりまさめもそこに目をつけおったか。わかった。待て。なんだ、うん、やはりな。ああ、なんということ。血があんなに。あの体でよく立っていられたものだ。常人ならとっくに気を失っているぞ。なんてやつだ。こいつも化け物だ。刑事、余計な気遣いは無用。おい、こいつを連れて城を抜け出せ。はい。許せ。お前はお松殿の心棒が熱い男だ。俺はあの人の涙は見たくない。わし一人じゃさすがにきついわい。キーッ。ジジイ死ねや。ジャクシー殿、お待たせしました。刑事殿。鉄砲を持ってこなかったのがお前らの敗因だったな。おお、なんと見事な一物じゃ。戦闘時には例外なく縮こまる一物が隆々と立った。これは刑事の底なしの度胸を示すものである。そら、俺の鉄砲を食らえ。ひるむな。なら、うわあ、何よ。よすぎよ、お前もやれ。よし、苦労してやるわ。殺せよ。ぬっ、出ないよ。うりゃ。お前。殿、おやめくだされ。褒美の効く一輪、お松殿はまたくれるかな。スケモンも歌舞伎か。よし、お見舞いしてやれ。おお、末盛城城主奥村助右衛門の小便鉄砲、食らいやがれ。さっさ成政本陣。なに、小便と。それが前田刑事どころか奥村助右衛門まで小便をするありさまで。しかし、その強胆さに死にかけていた城兵どもまでが身を引きずるように立ち上がり、私兵となり我らに立ち向かっております。これ以上の長坂口攻めは無益かと。小便一つで死人をよみがえらせたか。刑事のやつ、やりおるわ。もはや日も暮れた。兵を引き休ませよ。明朝日の出とともに総がかりにて死を決さ。何死んじまってよ。ちょっと、そんな死人に何してんだよ。今どういう時だか分かってんの。戦士の屍を狼や山犬の餌食にはできぬ。だから深く掘って埋めてやることだけが戦人の作法だが、今はこうしてやるしかできぬのだ。冗談じゃねえや。明日は自分がその屍になるんだぞ。殿様。皆ご苦労だな。殿様。そ
そのお体であまり動かれますと傷に触りますと。何を言う、傷の痛みなど血のたぎりで感じぬわ。いよいよ明朝こそ決戦、そして明日こそは利家殿の援軍が来てくれよう。さすれば我らも城を打って出て、あのさっさ勢を挟み撃ちだ。生に果てはあれど、名に果てはなし。この一戦こそ我ら戦人の檜舞台だぞ。はい。果てどこへ行ったのか。ジャクスイ殿、何を探しておられる。いや、うちの用水なんですがの、明朝の出撃に備えて城内の縄を集めておけと言ったのに。逃げおったか。ここまで来て、あのバカめ。俺は生きてやる。必ず生き延びてみせるさ。なんだ。よう。なんだ。あんたが、驚かすなよ。お前、こんなところで何をしてるんだ。いや、ちょっとね、逃げ出す奴がいないかと思って見回りを。待て、実は俺には女がいるんだ。女？そう、しかもその女に子ができてな。子か。ブブお前、親父さんに一言言ってきたのか。どうして言わなきゃなんねんだよ。あんな戦しか知らねえ戦ばかに。俺の気持ちなんか。情けない。やめてくれ。もう殴られるのは嫌だよ。謝れ。皆に謝れ。痛い。己は一度でも人に頭を下げたことがあるのか。己は物なのか。お前に女ができたとはな。何がおかしい。いや、思い出していたんじゃ、わしの若い頃をな。わしも惚れた女がおってな、一度逃げた。親父が。嘘だろ。嘘なものか。この顔の傷が何よりの証拠よ。そう、あれは逃げようと陣を離れた時じゃった。皮肉にも背後をつこうとした敵に囲まれてしまったのじゃ。かろうじて敵を倒し、これが大手柄となったものの、内心は惨めなものよ。おまけにこの醜い卑怯傷じゃ。女を口説くどころか、武士ももうやめよう、そう覚悟した。ところが女はわしを迎えてくれた。その傷がいい、戦バカのその傷がいいと言ってくれての。その女がわしの女房、お前の母上じゃ。それからわしはもう一途に戦バカになりきったさ。恥ずかしながら、それが女房への罪滅ぼしと思っての。親父。どこへ。子供のしたことは親の責任、刑事殿に詫びてくる。いいよ、俺が謝ってくるから。よせ。その子に名をつけてやらねばの。
行け。なんて言えばいいんだ。下手すりゃ刑事殿にぶっ殺されちまうよ。はあ？ほら、早く行け。すみません、すみません。なぜだ？なぜ刑事殿は兵を逃がすのだ？ジャクシー殿に別れを告げてきたか。え？それじゃあ刑事殿は？侍なんてそんな堅苦しいことじゃないんだ。生きる自由もあれば死ぬ自由もあるさ。ただ俺は戦人、ここで引けば俺ではなくなる。俺には引くことは美しくなく思えるだけさ。ほら持っていけ。いいさ。それそれ。どうしたんだ？何をやってんだよ。明日は死ぬかもしれないってのに、みんなバカだよ。そんなんじゃ俺いけねえじゃねえかよ。やるか。末盛の死に損ないども、叩き起こしてやれ。見たか、奴らビビって出てこれねえぞ。はあ、なんて馬だ、なんて。おお、城門が開くぞ。あれは赤ホロシュ、それに黒ホロシュ。いや、それだけじゃない。あれは大不変者。マントに施したこの五文字をサッサ勢の兵士は大不変者と呼んだ。もともと己の武勇にうぬぼれの強い戦国の武士たちに、俺こそが武勇の師であると刑事は宣言した。これはいたずらに見せかけた15,000の兵への喧嘩状と言えた。大不変者だと？なんとそれを知らぬたわけめが。これは大不変者と読むんじゃない、大不便者と読むんだ。この前田刑事の相手になる奴がおらんで、不便で不便で仕方がないってことよ。バスカセ。あれが前田刑事と松風か。夢のようじゃ。わしら親子の手でこの決戦の幕を開けられようとは。のう陽水。ほう、おるわおるわ、まさにヤリブスマですの。はあ。ダメだ。俺ダメ。やめる。帰る。いつでも逃げれば生きられるというもんじゃない。突き進んだ方が生き延びられる場合もある。それを間違いなく選べるのが戦人というものだ。
じゃねえよ。それはあ、やめて。おお、おお、敵の陣形が真っ二つに割れていくぞ。刑事のやつ、いつの間にあのような用意を。なんとも華のある見事な歌舞伎ぶりを。よいか、刑事に続け。我らも切り込む。目指すは成政の首一つ。おお、勝ち戦にある者は勝利を味わいたいがため命を惜しむ。そんな兵どもがあんな魔物と戦えるはずがない。あやつ天聖の戦人よ、合戦の呼吸を完全に知り尽くしておるわ。しかしまさしく信長公と滅しゅよ、わしの若き日々を思い出させるわ。年家成政、わしに遅れを取るでにゃぞ。任せてくだされ信長様。敵兵三騎、鬼神のごとく突き進んできますぞ。さあ来い刑事、ここまで来てみせい。撃て撃て。じゃがあの美しさはなんじゃ。まさに魔物、戦人の心を狂わす魔物じゃ。馬だ、馬を引け。殿、その前にお伝えしたいことが。うん、骨なんだ。へい、この戦の旗頭信長公の意地、信勝様と秀吉がこうはなされ、徳川様も兵を引かれました。なっ、もはや合戦は無益、早々に撤兵し秀吉と講和することが得策かと。なっ、なぜじゃ、なぜ今になってそんなことを。刑事の旦那をあんたにやられたくないんで。何？ワクワクするんですよ、あの人を見ていると。殺したくて殺したくてどうしようもなくなるんですよ。だからあんたには引っ込んでもらいたいんだ。ならばなおさらこの戦やめられん。成政はこの時骨の目に男の真実を見た。そして己の武士としての夢がついえたことを悟った。事実この4年後、成政は秀吉によって切腹に追い込まれ、その生を終えた。うわあ、あやつにはこの成政が直々に槍をつけてくれる。前田刑事、参る。